皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はちょっとラベルがないんですけど、これ小分けにして持ってきましたのでラベルないです。でもどうしてもこれは皆さんにご紹介したい銘柄になります。それがこの吊るし屋中電となります。それではレビュー行ってみたいと思います。こちらはですね、紅はるかを糖蜜化させる独特な手法です。で、前まではですね、一升瓶しか売られていなかったんですけど、先日4号瓶ですかね、が発売されました。海鮮時の香りはシソのように清々しい香りがします。ロックだと香りはかなり抑えられます。含むとまろやかでとろみがありまして、甘さと透明感があります。ですが甘ったらくはなく、綺麗でドライな印象です。後味には強めの渋みと苦みがあります。水割りだと甘さや苦みなどが減って薄く感じるものの、とろみだけは妙に残ります。で、こちらは、そうですね、印象的には、なんか飲みやすい印象はあるんですけど、まあ、初心者の方が飲むと飲みやすい感じの印象だけに終わると思うんですけど、結構、芋焼酎を飲み慣れてる方だと、何か引っかかるところがあると思うんですね。まあ、そのあたりが、上級者向けで、不思議な魅力のある美味しさかと思います。この甘さというのは、まあ、普通に飲むより、今動画に出てきているこのようにちょびっとだけ舐めてみるというこの方法の方が、この焼酎の持つ甘さをより理解できると思います。ロックもいいんですが、まあお湯割りの方がこれは実はおすすめでして、割合は5対5ですね。まず最初の温度を若干高く作ってください。最初からちょうどいい温度だとそれほど変わらないと言いますか、味が出ないんですけど、高めに作った方が美味しいです。で、それがぬるくなっていくにつれて甘さが強くなりまして、で最終的には人肌あたりの温度が面白いと思います。そうですね、ちょっとこれ甘いという感じなくて、すごい甘さが感じられる瞬間があります。このちょっと高めに温度作って、で落としていくっていうやり方は、もう白霧島の冊子といいますか、霧島酒造さんが出しているグラスについていた美味しい飲み方というところにも同じような方法が載っていました。あ、オフィシャルであるんだこんな方法と思いました。今回のレビューは以上になります。ご視聴ありがとうございました。